どうも、ひでちゃんのひでかずです。本日紹介する商品はこちらとなります。じゃん！セフティーライトブレード 220mm となります。これちょっと開けてみたいと思います。はい、こちら開封しましたけれども、すんごく軽いです。こちらなんですけど、一般的なこのチップソー、まあこれ 255mm ですけど、230mm の軽いタイプでも 300g ほどあります。そしてですね、こちらのナイロンカッターですね。これすごく軽いタイプなんですけど、これでもですね、250g ほどあります。これもね、結構軽いんですよ。そしてこのふにゃふにゃしたちょっと変わったものですけど、これなんと 106g しかありません。軽すぎます。竿先がですね、軽いメリットですけども、竿をですね、右左にこう振るのが非常に楽になるということで、疲労しにくい機体が持てそうです。あとはですね、こちらのパッケージも書いてあるんですけども、やっぱり充電式の草刈り機で、あちらのこう、ふにゃふにゃしたものですかね、あれを使うと、充電が長持ちしますよっていうふうに歌ってます。やっぱりね、これはね、軽さもあるので、その充電式草刈り機にかかる負荷も減るので、充電がもしかしたら長持ちするのかなっていうふうにも思ってます。ただですよ、こんなでもふにゃふにゃしてるのが本当に枯れるのかどうかっていうところなので、その辺をですね、今回試していきたいと思います。ただこの先端の部分ですけど、ここはね結構鋭利なんですよ。なんかこう切れるんじゃないかなっていうふうに期待が持てます。あとですね、こちらのパッケージに書いてあるんですけど、やっぱりこちらの製品柔らかい草に使ってくださいねっていうふうに書いてます。硬い草はねあんまり向かないようです。そうですよね、こんなふにゃふにゃですからね。でも柔らかい草ということは、私自身いつもその鷹狩り、その草の上の部分の柔らかい部分ばっかり買ってるので、これねすごくいいのかなっていうふうに思ってます。でこちらの商品ですけども、実はですね裏と表があります。はい、じゃあこちらの向きですけど、左回転でまあ草刈り機回るので、その回転の向きに合ったこう刃の位置っていうんですかね、それがついてます。でこちらの方、草は切れやすいんですけれども、耐久性が悪くなるというふうにメーカーの方で歌っています。でこれひっくり返します。で逆に今度こっちは多分逆回転側になってると思うんですけど、この状態で刈ると柔らかい草用にしてくださいというふうに歌ってますね。その回耐久力が持ちますというふうにメーカーで歌っています。はい、それではこちら買ってみますけど、最初ですね柔らかい草用で、まあ、耐久力重視の面で買ってみたいと思います。どんなふうになりますかね、楽しみです。装着してみましたけど、すごく可愛いです本当にこれ刈れんのかな。はい、それでは買ってみましたけど、結構ね、意外、切れますね。いや、びっくりしました。切れるもんなんだっていうふうに思いましたね。ただ、刃の向きがですかね、外向きというか、左回転とまた逆なので、実は刈り切れてない草があるんですよね。で、刈り切れてない草のところをまた同じようにこう、軌道で戻ると、今度はその、なんていうんですかね、切れてる、その曲がってる方の刃の方で、巻き込むような形で、綺麗に刈れるっていうんですかね、そんな形で今日は今買ってましたね。悪くはないかなというふうには思ってます。もうちょっとね、今度少し高い草挑戦してみます。
い、それでは買ってみましたけれども、やっぱりですね、膝から下ぐらいの高さぐらいまでの草かなっていうふうに思いますね。もうやっぱりああいうちょっとまああれナイロンコードでもやりにくいとは思うんですけど、やっぱりちょっと叩き切るようなイメージっていうんですかね、どっちかっていうとやっぱりナイロンコードとその金属板の中間ぐらいなイメージなんですけど、ナイロンコードのそのあのビターンって当たるようなあのイメージなんですけど、あれがうまくいってないなっていうふうには感じましたね。あの全然切れなくもないんです。ちゃんとしっかり一回買って戻るときにまたあのしっかりとあの反対側のこの巻き込むような刃でその残ったところがこう綺麗になるようなイメージなんですけど、でもあんまりよろしくないですかね。あの向きの刃だとやっぱりすごく低い草、柔らかくて低い草だったらいいのかなというふうに思いますね。さっきの場所であの刃を入れ替えてちょっとやってみたいと思います。はい、それでは買ってみましたけど、あの向き変えるだけで全然違いますね。あの枯れるようになりました。ただやっぱり枯れるとはいえやっぱりラフな感じですね。ただあのナイロンコードの場合は綺麗にこうさーっと枯れていけると思うんですけど、こっちの場合はものすごく粗いですね。ザックザクっていう感じで刈り切れないところもあったりもするので、まあ、その辺があとどうかなっていうふうに思うんですけど、でも草を刈るっていうだけの観点からすれば十分かなっていうふうに思いますね。でもう少しちょっとあの腰下ぐらいのですかね、高さの草を刈ってみたいと思います。はい、それではまあ膝の下ぐらいの高さの刈ってみましたけども、まあなんでしょうね、ギリギリ刈れるっていう感じですかね。あのふにゃふにゃにしてはよくやってるっていうふうに思ってます。ただもう圧倒的にやっぱり金属刃にはかなわないかなっていうふうに思うんですけど、でこれを見て皆さんはどう思いましたかね。これねもう本当にね賛否両論真っ二つになると思うんですけど、私はある一つの視点から見るとこの製品実はありだと思いました。今回実はそれを目的で今回買ったのもあるんですけど、その辺ね後でまたちょっとご紹介したいと思います。もう少しだけちょっとねあの高い草チャレンジしてみたいと思います。
はい、キワちょっと買ってみましたけど、結構キワ狩りいいですね。いけます。ただちょっとね、軽く当てる分にはいいんですけど、少しで深く入るとドーンってちょっと反動が来ちゃいますね。繊維質の草もっていうか硬い草もそうなんですけど、切るときにガーンって反動が来るんですよ。結構やっぱり硬いものに当たると反動が来やすいのかなというふうに思うんですけど、結構そーっとそーっとやればね、対象物も傷めないで済むので、際狩りはね結構いいなというふうに思いました。はい、それでは皆さんいかがだったでしょうか。こちらのですね、樹脂のですね、刃ですけれども、おそらくというかもう 26cc 以上の刈り払い機を持ってて、一般的なそのチップソーで草刈りをする方ならこれ必要ないと思います。もうチップソーの方がですね、いい仕事をするからです。けれどもですよ、26cc じゃなくて 23cc 以下のその排気量の草刈り機を使う方だったら、こちらの方ですね、ちょっと検討する価値があるのかなというふうに思います。まず軽い草刈り機を持ってこう初めてですよね、草刈りをデビューする方だったら、金属の刃を使ってこう草刈りチップソーだとかするのってすごく怖いと思うんですよ。自分はまさにそうだったので、そんな時にこういうこう樹脂製のもう当たってもまあそこまでの致命傷になる可能性の低いこういったものってすごくこう気持ち的に楽だと思うんですよね。そういった意味で初心者の方にはこれまず最初に使ってみていただいたらなというふうに思ってます。あとですね、充電式の刈り払い機の方いいと思いますね。おそらく長い時間刈るのにはこれちょうどいいのかなというふうに思います。これほんとめちゃくちゃ軽いですので、竿を左右に振るのが非常に楽になると思いますので、疲労しないというところでもこれはかなりいいと思います。あとですね、チップスを購入しても処分どうしようというふうに思ったりすると思うんですよ。ただこちらの場合樹脂なので切り刻んで捨てることができるんですね。それがいいと思います。もちろんですね、切れ味はチップソーの方がいいんですけど、こちらの製品大体ですね、腰から下ぐらいの草、まあ本当に言えば膝下ぐらいの草だと、膝下ぐらいならね、もうサクサク枯れますので、そういったその草の対象であれば、もうこれの方がですね、安全ですから、初心者の方、特に充電式の草刈り機ですかね、買った初心者の方はもうこれをお勧めしたいと思います。あとですね、注意点ですけども、地面ギリギリで刈ると石だとかがあると石を飛ばしてしまう可能性もあるので、そこだけ要注意です。ナイロンコードほどはね飛ばないんですけど、それでも結構飛散しますので、そこだけ注意してください。一応ですね、メーカーでは8時間から10時間ぐらいこの刃の部分っていうんですかね、持つっていうふうに歌ってるんですけど、特に本当その草刈りの初心者だとか面積がやっぱ少ない方って年中でもそこまでこう大きく刈らないので、もしかしたらねこれ1枚でも間に合うんじゃないのかなっていうふうに思いますので、そういった意味でもお勧めします。で、今回なんでこれをこう紹介しようかっていうふうに思ったんですけど、自分がですね初心者の頃本当に金属刃怖くて怖くて仕方がなかったんです。しかも切れ味もわからないので、全然切れなくなった刃を永遠に使って、なんで切れないんだろうというふうに思ったんですけど、こちらだと切れ味一定ですから、そういった意味でも使っていていいのかなというふうにも思います。本当にね、クロードの方は忘れたと思うんですけど、初めてやるとき怖いですよ。これだったら怖くない。本当にね、草刈り初心者の方がですね、安全に草刈りができることを本当に願ってます。まあ、この動画を見まして、いや、よかったよっていうふうに思う方は、もう、いいねボタンとですね、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、次の動画で会いましょう。